画像が届きました。順当にいけば里親になれるであろう、こにゃんこの、今の画像、最新の画像ですかね。可愛いですね。まだ本当もう小さくて、多分ミルクを飲んでるんですかね。最低でもやっぱり私が引き取れるには2ヶ月過ぎてからなのかな。猫も、家猫として飼うのは初めてですし、まして、こにゃんここんな小さいのと接するのも初めてなので、そこはちょっと本当にもう今すぐにでもという気持ちはあるんですけど、やっぱりこにゃんこかわいそうですし、ちょっと慣れたとこで、そうですね、その期間、育てていただいていただけるのが一番最良なんだと思います。また、そうですね、実際に引き取れる、日取りとかが分かってきたら、ゲージとかにゃんこタワーとか、いろいろ揃えなくてはならないものがあるので、今はねもう便利な世の中で、ちょっとプライムでポチッと押せば、次の日に、受け取れる、時代なので、そんな急いで用意はしなくてもいいのかなと今は、思っています。実際に、こにゃんこ来たら楽しいでしょうね。この年になってくると日々そんなに変化のない、日常を送って、います。私の場合ですけど、そうですね、朝起きて食事して、吹きの裏をして、そこまでで大体そうですね、1日の、70-80% のエネルギーはもう出し切っちゃってるのかな。あと残りの 20-30% で、なんか夜のそうですね7時ぐらいまで、やってるような感じですかね。ほんと8時9時にはもう眠くなっちゃうんで、そこでちょっと新たなアイテムとして、アイテムって言ったら失礼ですよね、新たな命として、こにゃこがやってきてくれたら、そうですね、私の生活もちょっと、変化も出るでしょうし、仕事の合間、暇つぶしっていうわけではないんですけど、ちょっと充実してくるのかなと思いますよね。触ってる、撫でてるだけでもちょっと、いいですよね。気持ちが癒されるというか、そういう力をなんかの、小動物は持ってますよね。4本足は4つ足最高ですよね。昨日はまた、そうですね、地元の文政、夏の甲子園、最初からちょっとテレビで見ることができたんですけど、本当いい試合でしたね。途中っていう場面もありましたけど、最後、後半、すごかったですね。また見られると思うとまたちょっと楽しみができました。また明日からも吹きの裏やってきますので、よろしくお願いします。